アンドレア・デル・サルトを決め込んで、すごいうまいよ。おいしいね。おいしいが違うやろ。お前おいしい。バケツ持ってそこに立ってなさい。うわ最悪だよ。そうやっちゃう。なんで授業中立ってんだよ。おい超やっちゃう。一人前はあるか。ちょいあのカメラに口元を見せなさい。口元を食べてたね。うん、お前しかいねえよ。あなただよ。立ってなさい向こうで。口やばすぎ。何それ？小説何？小説何それ？2番と3番の粉があるな。そんな何番あってもいいですからね。何番あってもいいですからね。何番あってもいいですから。そんな何番あってもいいですから。そうです。うん。薬用なんですよ。あ、ちょっと体調が悪いか。体調悪くて。うん。ちょっと薬。ちょっと一回作ってみる。うん。青スプーンで。うん。科学の実験だよな。そうっす。科学の実験の宿題だよな。俺も薬なんでただ。うん、めっちゃ重ない。立ってなさい君も。寝るやないか。こんな無理でしょ。寝るねは。よし翔也戻っていいぞ。ありがとうございます。口パッサパサなるわ。あれ乾燥して空気がね、空気がね、季節の変わり目で、うん、よし翔也戻っていいぞ。よしさあ第2部終了でございます、はい、さあまずはですね漢字を埋めていきましょう。あくびちょっと雰囲気で書いてみていい？あ、いいぞ雰囲気。あ、そうだ、伸びる当たってる。すごい。あ、うん、正解です。おえ、すごい。え、これあくびです。じゃあ俺シンボ。お、シンボいける。シンボいけます。シンボってどんなやったっけな。リダクション。シンボね。ジンボやないの。それジンボやないかい。ないやねん。え、違います。あ、シンボですか。違います、シンボ。間違えちゃった。まあ、いないなら行きましょうよ。お、シオンマジ感じすごいからな。さすがよ。え、さすがやな。シンボお願いします。でも彼知ってますから。ボウが正解です。わー、すごい、すごい。ありがとうございました。正解です。すごい天才や。すごいね、漢字得意だね、本当に。ありがとうございます。そして最後、造作。誰か、あ、いや、わかんない。わかんない。造作、いい振りですよね。お、造作わかります。すげえ、すごい。君すごいね。頭いいんだ。造さん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 。ちゃんと答えるんや。正解でございます。すごい。やばい。マジで感じ強い。本当に感じが強いね。すげえ。素晴らしい。はい、ということでじゃあ我が輩はなぜあくびを我慢しているのか。先生が見てるから。あくびを我慢してるのは、はい、違います。動いては気の毒。気の毒や。正解です。主人が熱心に筆を取っているのを動いては気の毒だから、この動いては気の毒だからを入れてください。あーね。え、どういうこと。ちょっとどういうことですか先生。ちょっとどういうことですか。あ、動いて、そうだからあくびがしたくてたまらないんだって、はい、だけどあくびができない。そのなぜかというと主人が熱心に筆を取ってるか動いてた気の毒だと気の毒だと気の毒だとなんか今落としたな。はい、落としました。なんかズズズズみたいな、はい、なるほど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 、そういうことだ、うん。
だから、うん、主人が熱心に筆を取っているのを取っているのをなんか落とした気がする大丈夫バカおろいなるほど、わかりました、ありがとうございます、うん、ありがとう、ちょっとわかんない、わかんないとか質問していこう、どんどん質問してね、なるほどね、これ問題出るからテスト出るからな、うん、どうした、たくみ大丈夫か、なんかすごいきつそうだけど、どうした、大丈夫か、なんか、我が輩の気持ちを考えてなんやそれ、あ、もう、我が輩が、我が輩の気持ちに入りすぎて見た目ヤンキーやけど、心は繊細なんですよ、心繊細だね、心繊細なんですよ、ヤンキーだと思ったら、すごい心繊細だった、すいません、さあ、そしてもう一個あります、主人は今どのあたりを描いているかという問いがあったとしましょう、造作のことを言うてるやん、はい、造作のことを言うてるやん、顔の我が輩の輪郭、お、素晴らしい、輪郭です、輪郭を描き上げて顔のあたりを彩っているところ、なるほど、色つけてんの、はい、顔のあたりを彩っているところ、顔のあたりを彩っている、はい、みんな描けた、はい、描きました、描けました、はい、消すぞ、ちょっと輪郭だけでっかく描いてもらってもいいですか、輪郭、あ、漢字か、輪郭を描き上げて顔のあたりを彩っている、輪郭、漢字やばいな、輪郭、輪郭ですね、描けたね、はい、はい、輪郭言うてな、うん、輪郭言うてな、お腹痛いって、お腹痛い、寝てるんじゃないですか、あ、寝てる、寝てる、使え、ダメじゃないですか、授業中寝てない、起きて、すいません、うん、板書できてるからノート見せてもらって、うん、あほほんじゃなくてあほほんじゃなくて先生確認しないといけないから、本当ですか、うん、ノート開いてもらえるかな、本当ですか、うん、なんだこれはうわそんなお腹空いてたのか、ちょっとお腹空いてしまって、立ってなさい、すいません、立ってなさい、早弁してるじゃん、本当に一番学生が食べそうな、あれえ、何、あれこいつ今なんかスカイの弁当なんか、え、食べてない、食べてないです、食べてないです、はい、食べてないです、大丈夫ですよ、喋れてる、喋れてる、喋れてるね、はい、うん、る、大丈夫、大丈夫、気をつけるよ、大丈夫、大丈夫、消すぞ、消していいよ、先生、水分補給はしていいですか、水分補給はこまめにしろ、はい、さあここがラストですよ、じゃあ頑張るぞ、全部テストに出るからな、気をつけろよ、はい、ちょっと長いな、お腹いっぱいですけど、お腹いっぱい、そう、なんかもう全部覚えちゃったから、うん、お腹いっぱい、全部お腹いっぱいでもう入らないっていう、わかるわ、ことだけ言っていいですか、いや、それはもうありがたいことやな、ちゃんと書いてるか、あれスカイどこ行った、スカイ、スカイどこ行った、あれ、あれさっきまでいたんですか、トイレ、トイレ、多分トイレだと思います、あいつどこ行った、あいつ、あ、どっか出て行ったかもしれないです、出て行った、はい、後ろなんかトイレじゃない、なんか後ろガチャガチャ言ってましたよ、えあれスカイどこ行った、スカイ、スカイさっきそこで持ってましたけど、いたよな、はい、こっちに、どうしました、あれまさかお前お前コロナ禍でも食ってるのかおいそんなお腹空いてんのか。なんで泣きそうになってんだよ。立ってなさい。もう立ってろ。まったくもう。募集しといた方がいいんじゃないですか。テストに出る部分だけを書きましょう。漢字とかね。はい。ラケ君、ラケ君、オフィス、オフィスちょっと。ん、おルキどうした、いや、なんかルキ君立ってますよ、ルキどうした、いや、なんかあれ、なんか力ない、えスカイが水浸しです、えバケツの水かぶった、何してる、そんだけ反省してるの、反省してるんや、反省してんだ、めっちゃ反省してる、いや、めっちゃ泣いてたんで、うん、その反省のあまり、反省のあまり、めちゃめちゃ泣いてたんで、うん、大丈夫かなと思って、あ、大丈夫かなと思って、ごめん、優しいな、ルキめっちゃ反省しました、あ、それもうそろそろ探してもいいんじゃないですかめっちゃ反省してる、反省してるな、反省してるな、反省してるな、反省しました、よし戻っていいぞ、なんでその水浸しなんだよ、うわ、しました、ごちそうさまでした、おごちそうさまでした、なんか聞こえたぞ、あ、いやいやいや、
いつもありがとうございますっていうそのごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どこの方面ですか。がごちそうさまでした。どこの方面。なるほどね。おお、大丈夫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 か、うん、今数学の授業じゃないんだけどな。数学じゃないぞ、河野。うわぁ、先生、先生、はい、この漆のごときの後に自分の書け、自分の、はい、いや今漢字教えてもらって、うん、先生が教えて、それ漢字じゃないピザだな、それピザ書いてた、それピザだな、ピザ書いてた、うん、不入りの皮膚、不入りです、不入りのです、不入りの皮膚、不入りの皮膚、マジわかんないな、何不入りの皮膚、不入り、わかる、不入りの皮膚ってどういう意味ですか。あの斑点、斑点というかその点々みたいなね。皮膚かけねえ。ピザのお届けです。誰頼んだの。誰でさっき来て、なんかピザ知らんけど。ケイゴンさん。俺じゃない。実際のは言ってみよう。誰だ。あいつです。うわ、すぐ人おる。あいつが俺に渡してきました。あいつか、はい、ルキか、はい、ピザ食った、もうあの食べるもんないからくれって言われたんですよ。違います、お腹信じてください。どっちだ。あ、目が真っ青だ。どっちだ。あれは嘘です。嘘、あれ絶対嘘です。ルキが嘘ついてる。あいつです。あいつか。じゃあルキ立ってなさい。うわありがとう。うわいやマジか、チクリのパターンもあるやな。わー、悪い顔してる。ラスト、さあさあ、漆、そして斑入り、彩色。じゃあルキ、このどれか1個答えられたら戻っていいぞ。何か1個でも分かればいいぞ。じゃあヒントあげる。漆、三髄入ってます。そこじゃないところ教えてほしい。あ、そうそう、そんな感じ。うわ、そこまで来たら分かる、うん、え、違うかな。いや、そんな感じ。こういう感じじゃない。水じゃない、もうでもほぼ正解です、うん、水じゃない方。この正解です。おー、すごい。よし、戻っていいぞ。よし、素晴らしいね。いいぞ。そしてじゃあ、不入り。ちょっとむずいかな、不入り。シオンどうか、ね、ヒントないんですか、ヒント。ヒント、だから反転みたいなことやな。いや、それ反転の反を書けばいいんですか。おお。はい。すごいな。うんうんうん。あー。おう。入りまで書こうか。これ正解です。おー、すげー。彩色、わかる人。一応書きましたけど。あ、書いてみようか。じゃあ一応行けしょうや。あれ正解です。おお、キンドン。素晴らしい。さあ、あと残り2問なんですけど、我が輩の姿はどんな姿なのか、はい、これがちょっと難しいね。なんて読むのそれ。これあのペルシャさんです。ペルシャさん。むず。ペルシャっぽい、うん、黄色を含んだ淡い灰色、うんうん、漆のごとき斑入りの皮膚を有している。こちらです。まんまや、まんまや。そのまま読んだだけ。でもこれが答え。我が輩はって言ってるからね。ここまで全部覚えないといけないってこと。入れてもらいたい。ペルシャさんを入れてください。ペルシャさん。そして色入れてほしい、ね、淡い灰色。単回色っていうらしいです。単回色。ペルシャさん、単回色、漆、斑入りの皮膚。はい。どんな姿なのかっていうのをこれ入れてください。そして最後、まあ、本当は全部ちょっと書きたいんだけど時間がないから、うん、ここだけちょっとあの口頭で言うからそれ覚えてください、はい、主人が描いた我が輩はどんな感じなのか。不器量の我が輩が見ても妙な姿。はい、ここまでが今日の授業です。お腹いっぱい。授業がね、授業でね、うん、確かに。じゃあテストいきましょう。懐かしい、ポルトガルの代表クリスティアーノ・ロナウド。
出ません。何書いてる。ちなみにですけどメッシも出ません。はい、出ませんので。サッカーは出ないよ。はい。テストスタート。はい。まずは名前書けよ。まず名前書けよ。名前書かな0点や。うわ、そっち？え、待って。さっきやったよ。じゃじゃじゃ。なんと、さっきやりました。あ、そう、これの感じとか出るの。わ、なんだったっけ。やったじゃないですか、だから。うわ、何やったっけ。やったじゃないですか。それちょっと。むずいわ。あれー、なんだっけ。これ送り仮名を書きますか、こいつの丸二の。シャガわからん。まあ、え、書いても書かなくて。マジ？シャガわからん。おシャガわかんねん。テスト中に喋んじゃねえよ。テスト中に喋んじゃねえよ。そうだよ。テストだよ、テスト。頑張って書いて。あ、もうマジ忘れた。うわ、なんだっけ。敬語頑張って解け、敬語。だってみんな真面目に授業受けてたもんな。お、ルキがスラスラ書けてるぞ。どのような本当ですか。うん。お、スカイも結構書けてるんじゃないか。はい、マジで何一つ覚えてねえ。さっき習ったばっかなのに。さっき習ったばっかだからね。うわ、出てこない。今一瞬出てきそうだったのに。習ってんのやつあるよ、これ。習ってないやつあるやんな。あるある。これは良くないんじゃない。これ絵を描くの。あ、そうですね。でもね、我が輩は猫であるですから。代表作3つって書いてますけど、1個でもいいんで。1個当たってれば丸にしようか。お、優しい。ちょっと優しくしてあげよう。じゃあカウントダウン始めます。やば。3よし2 1、終了です。ちょっと待って、出てこんかったわな。はい、ペン置いてください。はい、じゃあ後ろから回して。みんな気になるペルシャ、これね。うわっ、わシャワー合ってんねん。シャワー合ってんの。ノートに書いてたよね、みんな。え、何点やったらいいんだっけ。最高っす。70以上あれば、そのご褒美が。ご褒美、ご褒美。え、言ってるじゃん。ある。絵で、絵で70。絵で70はない。技術じゃないの。残りが30ってこと。面白かったら、面白かったら加算しましょう。お、あまりにもちょっと他で点数が取れなかったら、そこでちょっと調整します。おっしゃ、やったぜ。あのクラスの平均をちょっと調整します。ありがとうございます。めっちゃいい先生。あ、惜しいね。1、2、3、15点。気持ちで。敬語どうしよう。給食とかで好きな食べ物とかありました。俺、あの、お芋のコッペパン。あー、それと、さつまいもの味噌汁。さつまいも好きやな。蒸しパン。さつまいも好きやな。さつまいも好きやね。揚げパンじゃない。さつまいもカレーやしな、揚げパン。誰がさつまいもや。クジラの肉はクジラの。クジラのオーロラに。オーロラめっちゃうまいやな。めっちゃうまいやな、あれな。クジラのオーロラにね。いや、それマジ羨ましいんだよな。めっちゃうまいよ。関東もね、クジラあったよ。あ、クジラあった。クジラあった。ガチっすか。クジラめっちゃ、うん、あった。ただ、多分この関東にしかないやろなってやつは、あのセサミトーストってやつ。食パンにごまと砂糖かな。めっちゃうまくて、一番好きな給食何って言われたらセサミトーストって答えるぐらい。そんなのめっちゃ好きなやつがあって。俺マイズルにしかないやつなんですけど、マイズルって海軍あるんですよ。海軍はあのずっと船に乗ってるから、日付感覚バグんないように金曜日は絶対カレー食べるんやけど、船待ちとか。海軍カレー。それにちなんで小学校で絶対金曜日はカレーずっと食べてる。週一でカレーあんの。週一でカレーやつ。最高やん。めっちゃいい。当たりちゃう。ただ普通に給食食べる企画でも楽しそうじゃん。マジですか。もう普通に俺らは嬉しいよ。めっちゃ平和やん。給食食べた。超平和じゃん。はい、採点が終わりました。ありがとうございます。みんなお疲れ様。先生、みんなお疲れ様。ありがとうございます。赤点いますか。赤点。赤点います。褒めて褒めて褒めて。いや、本当によく頑張った。褒めて伸ばそう。褒めて伸ばそう。素晴らしい。なんかもう気持ちが伝わった。それ大事よね。はい、ということで返していきます。はい、はい、まず大平翔成。はい、これはもう点数言われる形ですか。もう点数言われます。大平翔成。はい、60点です。あー、惜しい。すげえ。高いよ。はい、頑張った。いや、すごい頑張った。川尻蓮。はい、点数80点です。おー、すごい。優等生。漢字書き読みパーフェクトでした。うわー、うわー、すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。50点。あれ50点。えよし。おお、あれ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 れ、おかしいなこれ。なんでだろう。さあ、続いて近所スカイ。いや、ね、あの授業中すんごいご飯食べてましたけど。はい、ご飯食べてたね。食べてました。すいません、うん、ちょっと授業聞いてない時もありました。授業聞いてないこともあった、はい、スカイ85点。
嘘だろ。85点。嘘だろ。すげえ。すごい。でかくなった。すげえ。さっきまでと打って変わって全然違う。こいつ一番弁当食ってたよ。アンドレア・デル・サルトや。彼がまさに河野純喜だが、しかしこいつがいる、はい、こいつは俺でしょ。1位は上には上がいた。純喜75点。うわあ、まあ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 、取れや取れや、すごいすごい。ちょっとやっぱ漢字で取れてたらまだ赤点出てないですよ。慶応頑張りました。まず漢字1個しか当たらないです。漢字はね、まあね、漢字はね、漢字は捨ててたね。漢字だけ捨ててたの。漢字捨てたらだいぶ点数下がる。漢字捨てましたが、ユーモアとお笑いのセンスやってくれましたよ。慶吾、得点80点。嘘、嘘だな、マジでガチ。すげえ。絵か、絵なのか。絵が上手すぎたんだ。さあ続いてルキ。はい、俺絵描くの忘れてました。ルキね、ちょっと絵描くの忘れてましたね。はい、ルキ絵描いてたらね、結構いった。すごかった。6点、6点、6点ですね。得点60点。おあら、あら。絵を描いてれば、あら、悪魔や。絵描いてないよ。僕も絵描いたんだけど全然なんだよ。絵を描いてればな。それは友達や。いやー、すごい漢字素晴らしかった。字綺麗。得点65点。ありがとうございます。あと5点。さあ最後、豆原、はい、頑張ってたな。よっしゃ。最近筋トレも頑張ってるよな。筋トレ頑張ってます。いや素晴らしい、頑張って。ちゃんと絵も描いてくれたから。絵も描いたよ。はい、豆原の点数25点。あれなんでやねん、筋肉全盛りやんけ。ということでクラスのトップは近所スカイです。あ、嘘だろ先生。はい、すいません。なんだどうした。僕の見てしまいました。なんだカンニングしてました。あ、何、あれあれあばば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 ば。その映像がこちら。はい、それじゃあテストスタート。はい、おい、あ、忘れちゃった。すいません、僕、うん、あのハイジンファンの企画で、はい、うん、あの本当にバカみたいなことがバレてしまって、うん、ちょっと悔しくて、うん、ここでカンニングしてました。おーい、カンニング、おめえ返上したくて。すごいすごいなってなってたのに。おめえにおめえ重ねてるよ。でもカンニングしたとしても間違えてました。ってことはクラスの1位は、え、敬語になる。すげー、すごい。ちょっと匠、あの敬語の見てみろ。こいつ何で撮ったの。何これ。なんでだよ、デルサルトが。なんでだよ。おい、おかしい。プロレスラーで丸ついてるやん。俺より低いんちゃうか。夏目漱石のこと。夏目君。これもプロレスラーの方やったってこと、この絵も。そうだ。底上げするためにちょっと上げましたけど、1位は敬語です。おめでとう。よっしゃ。俺が1位でもいい。あいつおかしいじゃないですか。だって代表作スパカリトリガーラブシーカーでもなくてJ1 の代表曲や。あなたは J1 を否定するんですね。素晴らしい、素晴らしい。先生無知なもんで J1 知らなくて。そうなんですね、うん、だから仕方ないな。なので今回いいの、70点以上は3人ですね。おめでとうございます。さあ嬉しい。はい、じゃあ先生はちょっとあの職員室行かないといけないから、お、はい、復習しててね。バイバイ。お疲れ様でした。バイバイ。クジラ肉が気になってる。いや、もう気になるよ。クジラのオーロラにね。クジラのオーロラにが気になっている。給食で、給食じゃない、給食を頼む。あとセサミストリートね。セサミストリートも頼もう。セサミトースト。セサミトースト。マジでうまいよ。クジラ肉。あとケイゴくんなんかね。ケイゴくん。でもやっぱ麺系うまかったよね。あ、ソフト麺とか麺系。わかるわかる。俺ソフト麺食ってないんだけど。まあじゃあ給食かな。給食やな。そうですね。ベスト給食。俺らが好きそうな給食を次のケータリングお願いします。お願いします。うわ、おった、楽しみ。楽しみだねこれ。